知らぬものばかりだ。ここで綴る物語は出来事だから32小節で披露。筆者にも照れがある。ツーバース分探り出せただけで上出来。ある日のデートで二人はホームセンターに足を運んだ。頼んなく貯金もない男が真剣にどの家具を買おうか。あの日あの時あの場所で出会ってくれ生まれた俺、通りで似たような顔で生命宿れ俺から孫へ。あの日あの時あの場所で出会ってくれ生まれた俺、通りで似たような顔で生命やのれ俺から孫へ。あの日あの時あの場所で出会ってくれ生まれた俺、通りで似たような顔で生命やのれ俺から孫へ。あの日あの時あの場所で出会ってくれ生まれた俺、通りで似たような顔で生命やのれ俺から孫へ。